とサイドを使えというようなアピールをしてましたね。はい、ありがとうございます。1対1になった。さあシュート、ゴール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 、スベンヒカン思い思い追加点、ゴール右隅に決めてきた。ゴール前、しかし一人で切り込んできました。やはりね、ゴール前でそれだけ自信があったということなんでしょうね。そうですね。さあリプレイ画面が流れています。Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's going to stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't.今日はフレンドリーマッチ、スベンヒカン対ブラジル。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて北澤さん、今日の見どころをお話しください。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね、そういった意味で期待できる試合がありますよね、あとは前へ持っていく。キックオフです。今試合開始です。スベンヒカ4バックで来ましたね。そのようですね。激しく奪い合います。まずは左サイドから行きましたが、ボールはつながっていきません。左に振ってきた。うまくコースを塞ぎます。スローインに変わります。一度下げて素早く回している。ここは戻します。果敢に奪いに行きます。カナリア軍団が攻めます。頭でカット。さあ行けるか。おっと、いいボール出ました。しかし北澤さん、実に惜しい場面でした。はい、ああいう形で前にグッと持ち出しますとね、チャンス生まれてきますよね。ブラジル、ここぞというチャンスを逃しています。大きく横へ運んでいきます。右にはたいて、さあ中からいきます。先制点のチャンス。ああ、これを決められない。
こまで持ってきたんですが残念でしたね。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。開きましょう。右にはたいてそのまま打つ。思いっきり打ってきました。そうですね、見てる感じではねもっと押し上げたい気もしましたけどね。スペイン飛行今のところ0対0。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、ね、ちょっと奪われがちですよね。下げてここはジュアン、そしてここはエメルソン、回してロナウジー、取られた。プレッシャーをかけます。さあ速攻、ドリブルで上がっていく。大きく狙った。ここは精一杯クリアします。ここはよく守りました。おー、ファールを取られました。なんとここでイエロー。今のシーンです。さあ大きなチャンスを迎えました。合わせてパンチング。いやーすごいですよね。はい、非常にセービング力の高い選手です。マイコ、詰め寄られた。マンシーン、抜群のスピードを持っています。大事なところ、スベンヒカンとしてはこれでいいと思いますよ。後ろからチェック、さあここに出てきたぞ。いいワンツーだ。一旦預けます。ここで奪い合う。さあいけるか。シュート右足、これはどうだ。ここは一難逃れます。スベンヒカスペースを潰します。一人で抜き去る。この上がりいいですよ。なんとかクリア。コースを探す。トラップしたぞ。シュート左足、入ったゴール。スベンヒカ、まずは先制ゴールを挙げました。でもポストの内側に当たってましたからね。ああいうのはなかなか触れませんよ。画面ではリプレイをご覧いただいています。スベンヒカ戦力差をうまくカバーしてよく先行しましたね。非常にうまく戦えてますし、あまり見劣りしませんよね。むしろ動きいいと思いますからね。サポート、スベンヒカ先制しています。スベンヒカとしてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。時計は30分を過ぎています。いいプレーですね。打った、ポストをわずかにかすめた。スベンヒカ今のところ1点リード。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますが、そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。あっとこれは通りません。右サイドだ。さあ上げるか。さあ狙っていった。これを決められない。いやー本当うまく突破しましたよね。ちょっと焦っちゃいましたね。それまでいい動きはしてましたけどね。前に送る。横へ運んでいきます。スベンヒカまだ攻めが続きます。ヘッドで競り合います。うわー、フリーだ。細かいボールの奪い合い。開きますよ。シュート、これは惜しい。クリアします。お、いいでしょう。
さあチャンスになった。おっとカットして自分で持っていく後ろからのマーク。さあいけるか。ここで奪い合う。ここまで来たとよく守ります。おっと彼にボールが当たった。もう一度チャンスになった。さあ固まっている。素晴らしいディフェンス。さあ競っていく。ちゃんと周りが見えてますよね。横へ運ぶ。ここでホイッスルが鳴りました。さて北澤さん、はい、スペイン機関先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますか。そうですね、積極的に前へ行けてましたよね。ディフェンスのチェックも良かったですよね。なるほど。少し内容を振り返ってみましょう。さあ後半の笛が鳴りました。エンドが変わりまして、右にエンドを取るのはスペイン機関、そして左にエンドを取りますブラジル。つながりません。ロナウジいい形で前へ突破を図りました。さあ狙っていった。ポストに当たる。もう一回。これはサイドネット。左へ出した。ここでリターン。コースを探す。いいですね。ゴール前だ。強いシュート。ゴール2点目。後半始まったばかり。スペイン機関またリードを広げます。いや彼の突破力は素晴らしい。自分のチャンスを作りましたね。うまく逃げながらコース作ってね、仕事落ちましたね。素晴らしいですよ。さあブラジル2点差となりましたがいかがでしょう。そうですね、巻き返すということよりも1点でも返しておいたらいいということですよね。そうですね。チャンスになる。さあこれはスペースに抜ける。ループシュート。おっと入った。後半開始早々スペイン機関ダメ押しの一発でしょうか。左足で決めました。大歓声が響き渡ります。ここから返していくと考えなければいけないんでしょうけどね、ちょっと辛い感じですよね。さあスペイン機関、スペイン機関としてやれることをきっちりやってますからね、その結果が出てる感じですかね。なるほど。さあここから意地を見せることができるかブラジル。ここはつながりません。激しいマークを見せます。左にさばいてうまく食い止めます。ここにマンシーン、中盤のプレイヤーです。さあチャンスを迎えている。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。これは繋がらない。あとオープンスペースを使ってきた。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。ちょっとタイミング遅かった感じもしますけどね。小さく回します。競り合った。あっと危ないところでファールです。さあこっからだ。フォローもいません。マンシー抜き去ります。このまま持っていく。さて前へ抜けようというところ、しのいだ。これはハンドを取られています。ホイッスルが鳴っていました。ヘディング。おっと中誰もいませんよ。カビラさん、ホーム側なんですけどもっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。はい、ありがとうございます。1対1になった。さあシュート。ゴール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 。スペイン機関思い思い追加でゴール右隅に決めてきた。ゴール前
しかし一人で切り込んできました。やはりね、ゴール前でそれだけ自信があったということなんでしょうね。そうですね。さあ、リプレイ画面が流れています。さあ、スベンヒカン4点リード。スベンヒカンとしてはやりたい放題できるって感じですかね。4点差でしょう。今いいでしょうか。アウェイ側なんですけど、誰かアップを始めたようですね。動くかもしれませんね。なるほど、そうですか。キーパーを防いでいる。かろうじてクリアしました。ブラジル苦しい状況です。プレッシャーをかけます。さあ、上げるか。右へ。さあ、ここに出てきたぞ。中央にいるぞ。手で跳ね返した。ここはなんとのクリアです。いいところまで行ったんですが、引き気味のディフェンス陣に守られた形。タイミングいいですよね。ロングシュート、うーん、もったいない。さあ、北澤さん、遠目から打ってきましたね。いや、いいと思いますよ。この後の組み立てが大事になってきますよね。セカンドトップ、ロナウジ安心。ブラジル、さあ、ここまで押し上げてきました。大事なところ、いいチェックですね。時計は後半の30分を過ぎています。いい攻撃だ。おお、短く出します。ブラジル、スペースを潰します。マンシーン、前に出した。さあ、戻して、これは読まれていました。いいところまで行ったんですけどね。ここはディフェンスされました。スベンヒカ、ここはしっかりと守りました。いいワンタッチです。一旦返します。この上がりいいですよ。ここは精一杯クリアします。頭で激しいチェックに行きます。さあ、カウンター。ブラジル、決定力の差が現れています。右に送ります。ファウルを取られました。さあ、この位置でのフリーキック、いいところでのチャンスを得ました。狙ってくるんでしょうか。ダイレクトに行った。うわっと、決められない。若干力入りすぎましたけど、長い距離でも十分に狙ってこれるということでしたね。ヘッドで競る。前方へ。横へ動きます。競り合った。ダイレクトでキーパーパンチング。後ろへ下げる。うまくコースを塞ぎます。少しずつ上がってきました。チェックに行く。ブラジル、ちょっと相手になりません。壁を使います。下げて、ここはエメルソン。あっと、ここで試合終了となりました。スベンヒカン、大差での勝利。力の差を見せつけました。しかし、北澤さん、今日の試合ですが、どのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついてしまいましたよね。スベンヒカンとしては申し分の